チャオ、皆さんこんにちは、シンクと申します。今回はですね、私が企画させていただいた RTA ダービーをご視聴いただき誠にありがとうございます。今回はですね、私含め10人のレトロゲームの配信者さんが同時にね、動画をスタートしまして、30分間この後ゲームをするんですけれども、30分後誰が一番ゴールにたどり着いてるかっていうのを遊ぶ、競うゲームでございます。はい、そんな企画でございます。セーブがなしで、スイッチとかだったら巻き戻したりできるんで、そういう機能もなしっていうので、まあその他もね、あのゲーム個々でいろいろゲーム、ルールがあるんですけれども、そちらはねこの後に流すテロップをご確認いただければなと思います。てなことでね、まあ、ゲームしながら絞ってやっていきたいと思いますので、レッツラースタート。はい、ってことでスタートでございます。今回はですね、マリオリンピックということでマリオをプレイしていくんですけれども、ちょっと待って、下手くそすぎる私が、やばい。でこれの、基本的なルールはですね、なんだっけ、ノコノコで無限息アップが禁止なのと、ま、セーブがしちゃいけないっていうのと、あと、ビンゴも追加してまして、ね。で、なんでだっけ?なんかいろいろあるんですよ。で、30分後に、一番遠くまで行けた人が、優勝でございます。で、一番ドベだった人が、なんだっけ?ドペだった人が、次回も参加権がもらえるという、まあまあ、至ってそんなかシンプルなルールでございます。よいしょ、よいしょ。危ない、怖い。で、その他のルールでいたしましては、あう、なんだっけ、マリオのならではのね、土管に入ってワープがダメなのと、あとなんだけど、コースのワープも禁止という感じでございますね。はい。うわ、下手くそすぎて。あ!で、今スタートして、30分後に本当に一番最後に行けた人が優勝でございます。なので、途中で死んだら一番初めからやり直しって感じですね。もうね、ゲームしながら説明するのって難しいですね。久々にやってるけど、超難しい。ちなみにタイマーは、今回私は、携帯でやってます。携帯がピコピコって言ったら終わりでございます。ちなみにね、なんだっけ、あのね、このコントローラーね、あのね、左勝手に行くんですよ。怖い。で、ちなみに、私が、なんだっけ、私が、今回ビンゴ機能っていうのも搭載してまして、痛い、ビンゴをすると、1面分、1の1な、1の1分とかそんな感じでプラスアルファの用途を得られるっていうルールでございます。わー、ゲームオーバーだ、やばい、1からだ。まあ、こんな感じで終わったらね、一番初めからなんです。巻きで行きましょう、巻きで。よしよしよし。なので、ノーカット30分で皆さんやっていただいてます。怖い。キノコは取ってこ、キノコは。キノコ大事よ、ほんと。キノコ大事。あ、ちなみに、私の、なんだっけ、ビンゴのやつはね、多分どっかに出してると。お、もうジャンプでどう?ジャンプって。で、ビンゴに、ね、関しての情報なんですけれども、ビンゴの真ん中だけ皆さん固定でございます。クッパを倒すってやつだったかな。あ、ファイヤーだ。え、これ取る意味ある？これ取らなくていいよね。でございます。そんなもんかな。もうね、自分が何位とかね、最後になってみないと分かんないっていうね、どんだけ進んでても、なんていうのかな、最終的に、ね。あー!届かないんだけど。
最終的にね、一番奥だったから遠く下手くそか私遠くが下手くそすぎて笑う。 あと通常である息アップは取って OK でございます。よし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 。私クッパとか見れないんじゃないかな。見れるかな。クッパを見ずに終わってしまうんじゃなかろうか。いや私とか下手くそな人間はあれだな、ビンゴをちょっとでもなんていうのやっていかないといけないんじゃないかな。どこで登るんだったっけな。こう無理か、登れないのか。ちっちゃくなっちゃうんだ。そっか、マリオってこんな難しかったっけ。あ、上行っちゃダメなやつこれ。あー、行っちゃダメなやつだ。やらかしたこれ行っちゃダメなやつだ。あー、マジかマジかこれ行っちゃダメなやつやっちゃったね。ちょ、死のうか。これやっちゃいけないんで、ちょ死にます。ちょっとよし、ちょ3回分3回分死にます。いやー、やらかした。上登っちゃ、あそこ上登っちゃいけないんだね。オッケー。あ、踏んじゃダメじゃん。ちょ。いやマジ時間ロス。どこ登っちゃいけないとか全然わかってないや。登りたくなったから登っちゃったけど。よし。リセットボタンでもありだったんでしょうけど、リセットボタンの仕方がいまいち分かってないんで。いやー、また帰ってきてしまった。よいしょ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 。まず息アップすら見つけれんのだけど、私息アップとかあんの息アップとかあんの。いや、息アップはいいよねみたいな話をみんなでしたんですけど、結構ね、いろんな方と今回はね、あの、こうじゃない、ああじゃないみたいな、こうだったらいけんじゃない、ああだったらいけんじゃないみたいな、いろいろご参考までにね、ああ、やらせていただいたんですけど、息アップなんかないんだけど。息アップとかあんの？ああ下手くそ私、マジで。ちょー、やばいやばい、私最下位。私が最下位。お？中間地点だ。あ、こんなのあるんだ。あ、ちょい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 、違う違う。こう。よし。こう。これ上キノコじゃなかったっけ？これ上キノコ。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 よし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 。危ない危ない、怖い怖い怖い。怖いよ怖いよ怖いよ。いや、てか私さ、ビンゴしたけどさ、ビンゴのさ、設定覚えてないんだけど。え、ここ届かんのだか。これどうやってあそこまで行くの？みんなどうやってやってんの？教えて。ポヒョンって花火すら上がんないんだけど。あ、花火を上げるみたいなのもあった気がする。花火を上げると、のこのこのなんたらくんたら。てけてけてけ。のこのこの踏んだやつを、一回自分で踏んで止めろみたいなのがあった気がする。そうそうそう、これこれ。あっ、無理、怖い怖い
ちょ、マジでさ、みんな絶対3面ぐらいまで行ってんだろうな。私だけなんだろうな、1面ぐるぐるしてんのって。マジでさ、慎重にやろう。慎重にやろう。いや、確かにタイマーはあるんですけど、タイマーは鳴るようにしてるんですけど、言うてさ、自分のさ、手元でもさ、録画のさ、時間は見れるわけでさ、何分か今動いたっていうの分かるわけですよ。分かるわけですよ。だいたい今半分過ぎてる。すよ、危ない！半分過ぎてるらしい。未だにクッパにたどり着かないんだけど、ちょっと助けて。やばい。いや、次回参加は全然ね、自分の企画だから、それはいいんです。次回の罰ゲームのもう一つの方が、私には。ふるっ！いけたー！やったー！いやー、上取れたよ。初めて取れた。え、でも、花火は上がらないのか。なるほど。そう、もう一個の方がちょっと大変。いや、やばい。いや、最終的にドベじゃなかったらいいんだよ。最初怖いな、これ。これさ、自分で考えといてさ、なんやけどさ、結構、怖い企画よな。これ自分で考えて、なんかやっといて、なんやけど、結構、プレイしてるし、この、怖いな。これ上がれんのかな？ほっ！上がれませんのか？なるほど。これ上がれんのかな？ほっ！あ、上がれるじゃん。上がれるってことは上いけるよ。お、時間使ってでもここ上がりたい。これだよね。小社寺さんが言ってたやつね。これだ、できた、やったー。あとはゴールまで走っていけ。上行っちゃダメだよ。下に行かないといけないよ。下に。危ないな。怖い。危ない。こう行って、よし、いけた。いやー、また落ちた。ほっ。あ、花火上がった。やったー、花火上がった。超たまたま。よし、次は落ちた。怖い。この子は帰ってこないね。降りてこないね。うい、クリボが降りる。クリボがおる。あれ飛んだのに。クリボがおる。怖い。あれ、なんでよ。うわーん。クリボ怖いんだけど、クリボここ。よし。クリボ怖い。無理だよ。ワンビンゴで成立なんで、ビンゴをまだ未だに私はしてないからさ、あれなんですよね。まだ2つだもんね、言うてね。
だった。下手くそ。ジュンジュンジュン。いや、てか、一回ぐらい、クッパに会いたいんだけどな。クッパってさ、どこで会えるの？もう一つ OK だよ。次まだいける、まだいける。あぶな、しゃした。ここまだここまでしか行ったことないからね、私まだここまでしかないからね。よし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 、よいしょ。こい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 、いける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 。あれね、あれが下がってきて、下がってきたタイミングで飛んで、飛ぶ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 。これ怖いな。これ何？キノコ？キノコ、キノコ大きくなる。キノコ大きく、キノコ大きくなってもさ、大きく大きくなってもさ、落ちてから行こう、落ちてから。大きくなってもさ、死ぬんだよね、ここね、落ちたらね、落ちたら死ぬんだよね。あ、そっか、あの子落ちない子だ。あの子落ちない子。あの子落ちない子だから。こう！ジャンプして。よし。よしよし。で、右行って、左行ったタイミングで乗る。こう。おお、クッパのステージだ。怖っ。え、なになに、なになに、あれ、あれ多分どいていてどこどこマジか。あれキノコだよね。無理。あれキノコだよ。やらかした。超初めてクッパのステージ来れたのに。いやマジでマジで頑張れ私。ちょい頑張れって言ってる矢先にさ、クリボーさんよ。マジクリボー許す、マジ。あ！
着け落ち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 着け、はい、ほい、あ、ほい、ボヒョンってなった、すごーい。てか、あんな100でもなるんだね、ボヒョンって。慣れた慣れた。あれ、赤い子がいないよ赤いのこの子いないよ、ここに。さっきいたよね。危ない。こーわこーわ、今ズワッとした、今すごいズワッとした。ほっ、下手くそ。よし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 、進めてるよ進めてるよ、いけてるいけてる。ポヒョンポヒョンポヒョン、超たまって大丈夫。私これ実況者としてあり、大丈夫。よし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 、怖い怖い、安全に行こう安全に。うわ危ない危ない、怖い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 、心臓に悪いマジで心臓に悪い。ここ何、これさっき、あ、そうね、心臓に悪いよ。ほっ、危ない、怖い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 、よいしょ。あー、やばい、なんかした。時間やばくない？やばいやばいやばい。いや、そもそもさ、クッパのところに1回しか行けてない自分が一番やばいんやけどさ。いや、これは非常にやばいですぞ。何のアドバンテージもない。やば。いや、せめてせめて。
ない？なくない？なくないですか？なくないですか？なくないですか？怖いよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、秋の子、秋の子選ぼう。無理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 。やばい、時間がない。よし。よし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 。お。あ、ちっちゃくなった、ちっちゃくなった瞬間見えなくなるの怖いんだけど。よしよし。よし、OK。やばいよこれ、私普通に最下位な気がする。いやーマジでやばいなー。いや誰か奇跡的にこのギリギリのラインで誰かリセットなってないかな。そんなことを願おう。今から追い上げるっていう自信は私にはないわ。いやどうなってんだろうな。まださ、みんなの結果を知れるのがさ、これさまだ先の話やからさ、私には分からんのよね。どうなってんだろうか。とりあえず行けるとこまで奥に行ってよ。ほっ、行けるとこまで奥に行こう。頑張って。まだまだちょっとは間に合う。こんなもんやったかな。よし、ほっ、よしよし、オッケーオッケーオッケー。いやー絶対私あれや、最下位争いしかしてない気する。あかんわ。誰が一番なんやろな、まだ気になるな。誰が一番なんだろうか。自分のアラーム設定にちゃんとアラームセットしてたっけなってめっちゃ不安になってしまった。一応アラームちゃんとしてるね。あー、ちっちゃくなった。ちっちゃくなったらその場で、その場におろう。見えへんから。よしよしよし、危ない。よしよしよし、オッケー。上がって下がる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 。怖い。めっちゃマリオ滑るよな。私だけかな、そういう風に思うわ。あー、やらかした。さっきもこれやらかした気がする。私やばいんちゃん。ですよね。時間ある？これ、私これはやばいんじゃなかろうか。真面目にやばいぞ。よいしょよいしょ。やばいよー。ほっ、どっち？よいしょ。よし。ほう、OK。
オッケー。キノコ取って、キノコ取って、どこまでいけるかな。危ない。怖い。ここ行くのはもう慣れたぞ。危ない。私ここでストップでございます。はい、ってことで私は、最終地点はね1の3というか1の2の最後やね、あれね、時間的にね1の2の最後旗くぐったぐらいかなが、30分後でございました。他の皆さんはだから私の時間はそれなんで、そっからね移動でここに来てますけど、この時間はまあ含まないでおきましょうってなことで、私はこの時点で私ね多分終わってるのね、なんだろう、金玉で結局クッパいけてないから真ん中いけてないでしょ、ジュゲムにも合ってないし、クリボーの同時は多分踏めた、3連続敵はできてないし、イキアップキノコを見つけてない。花火は上がったから、私2つだからね、多分1個もビンゴもしてないので、私はこれから追加要素はなしでございます。他の皆さんね、どうなってたか分かりませんけど、気になるところでございますね。はい、ってことでいかがだったでしょうか。私のね、チンプレイはあれだったんですけれどもまだね、結果がどうなってるか私はまだ知らない状態でございます。で、他のね、配信者さんも同じような感じで先に撮って、で、当日みんなでさあどうだっていう感じでやらせていただいております。他のね、配信者さん、今回はね、9名の配信、チャンネルで一緒にバンって公開させていただいた、そちらのチャンネルはね、下にすべて概要欄、ね、URL 貼らせていただいておりますので、ぜひぜひ興味のある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本当に私一人じゃね、全然成り立ってない、ね、企画だったので、本当にね、たくさん皆様ありがとうございました。ご協力していただいた皆様ありがとうございました。百鬼さんとかもね、イラストとか、ロゴとか書いていただいたり、で、ビンゴに対して、ビンゴの内容はですね、今回は小社寺さんにやっていただいて、で、CM とか、そういうね、ムービーのお話を持ってきてくれたのバニラエースさんでとか、本当に私は本当にね、なんかこういう企画やってみたいな、みんなやりませんかって声かけてまとめたぐらいの、本当に私何にもできてないような状態でございます。本当にね、何回か皆さんとね、お話し合いをさせていただいて、こうがいいんじゃないか、ああじゃいいんじゃないかなみたいな、本当に、ね、ありがとうございました。またね、次回も2回目、第2回目もね、機会があったらぜひぜひ、今度はね、私はまあ参加はしてるんですけどね、違うメンバーも加えたりとか、メンバーチェンジしたりだとかして、楽しみたいなと思うので、もし2回目があったら、やりたいなっていう方がいたら、ぜひぜひ、私が声かけたら、あ、やりたいですって言っていただければ、大変嬉しく思います。ということで、こちらの動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、並び高評価。で、参加していただいた皆さんのチャンネルもぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、バイバイ。また次回。